こんばんは。熱っ。今日も可愛い。ありがとう。嬉しい。お、大人っぽくなった。わいわい。こんばんは。美女がさらにお綺麗に。本当めっちゃ嬉しい。そういうアレンジ、服の色が素敵。今日は美容院へ行きました。美容院へ行ったのでこうなりました。トリートメントで髪ツルツルになった。ツルリンになったよ。でも分かんない、ね、寝てたからトリートメント中寝てたから何をされたのか分かんないんだけどね。絶対白目だったなって思って。いい感じ、ありがとう。ますます好きに。ありがとう。JC に見えない。あとに前田のクラッカーやで。 JK でもないで。さっきさ配信前なんかお腹痛くなって横になってたら寝ちゃって起きたらこの時間だった。やばい、ほんまに口閉じないってよく怒られる。くるくるも口閉じないでくださいってめっちゃ言った。なんか寝とるっけさ、寝るっけさ、口なんかさもう力入らんじゃん。あ、みたいな。お、勝負実感する。いいね、マキマ素敵、ありがとう。そうね、お腹出しちゃって心配よね。寝るのつい寝たの普通に。夜型人間だったらな、何ね、これも昼ね、さっきの閉じちゃうよね。社会人で時間持てまして、え、全然変わらんね。変わらんかもしれん、案外学校と。
そういうのが可愛い。色っぽい。あ、確かに。でも髪巻いたらちょっとね、ちょっとね、確かにアーシャーどうしようかな。朝二段レベル、いやほんまに生活リズム変わらん。寝起き感あるじゃろ、さっきも本当に 寝たの見て。最近ハマってる曲 ST しかなかった。え、全然めっちゃいい、超絶いいやで。え、負けんキープできてる、キープ喋ったら口調さんの味する。確かにこうやってやってたらいつも私じゃないかもしれないけど、喋った瞬間クルクルだからね。母さんハート S のペア、ポップコーン、エチパパ嘘だよー、ならないしハートとイハート。確かに印象変わる髪で、ほんまに。メロナさっき越してありがとう、やばいけど帰っとくね、マックス越しもハート。お、広島に行こうやと岡山、お、ありがとう、嬉しい。リン、リンリン、シング、のすけ、嘘だよ。夢見るよ、でも今日は見なかった。お客さん、ハート。喋った瞬間来るか、それが長所。確かし。かしげむせき、結婚してありがとう、やだけど帰っとくね。みつるん、かわいい、からじょし、ハート。めっちゃピカピカ、おろち結婚してありがとう、やだけど帰っとくね。カー君、寝ました。おい、ハート、じゃあ、ピピカ。ちょ、ハート、ゴジハート、ゴジハート。なんとかなるぞ、ピカピカ。カタシハート、カシコハート。クリスマスライブしたくなる。あ、いいですよ。クリスマスさんでも。フォルダーがピカピカ、A さん、ハート。あ、ジュースジュースさんがおすすめ。あ、あ、あれ好きだよ。一人で生きられそうって、それでね、褒めているの、強がり隠す弱さ、誰か気づいてよ。トゥルトゥルトゥ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 、カストラピカピカ、ヨヘミハート。あなたなしではいい、ダメみたいと。いちパパ、嘘だよ。セクシーセリー、かわいい。マスターがピカピカ。いつきハート。スタンバラルルさんのパート。いいよね。マスターが嘘だよ。めっちゃパンハート、かしこピカピカ、しょこしょこかわいい、エジペレト。幸せな子ばかり、幸せを手にしてく、お決まりの。トゥ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 、一人で生きられそうって、それでね、褒めているの、いじばる。歌詞が、よくよく結構強い、強い歌詞やっぱ好き。なんか、強い女みたいな歌詞。天使のなんかハットワークしすぎだるま。確かに、クックの話から待ち遠しくなってきた。嬉しい。嬉しい。トレさん応援してる。ありがとう。ゆさんピカピカありがとう。トレさんピカピカありがとう。ワンコさんピカピカありがとう。よくよくちょっと、ダイエット頑張る。ダイエット。ゆさんハット。ワンコさんピカピカ。お母さん嘘だよ。でハート。イサンダルマ。ツアーの。ツアーのカメ子。7周年の。でカメ子でたくさんの人に撮りたいと思ってもらえるような。ビジュアルに します。
カタカタなるまー、ナベコピカピカー、カズヒロピカピカー、プーデさんお疲れ、ライジングハート、ほよりましたカメコに声あってたからくるくるたくさん撮る、嬉しいです、撮りたいと思ってもらえるようにくるくるも頑張るから撮ってね、ありがとう。昨日のココさんからの返信かけたよ、クククク、写真付きだったよ長曽根かけさんピカピカ、和弘ピカピカ、少し柔らごばかり、そんなことしなくても撮れます、優しい、でも頑張ります、ビジュアル。とんちゃんポコン、みちさんすぐ感想くるくるいつでも下手に来てくれないかなくてそうなの、くるくる下手全然なかったの今回、髪手ばっかりで、そうよかった、最後に下手に行けて、はっちゃんピカピカー、大事なハートボイドさん偉い、うまく返事わかんの、ホームガーデンハート、ルイピカピカ、くるくるこの下手に座ってしもてそうなんよ、なんか行きたいなとか思ったけど、なんか立ち位置どうしようもなかったね、思い出せる恋をしようでしもてだったわあ、かなみちの方ピカピカー、かわいい、うれしい、かわいいよ、好き、うれしい今日の髪型私セブンよりもカフェが似合う感インスタしますか、うれしい、インスタしたい、したいよ、インスタグラム、だから嘘だよ、深山のタコ嘘だよ、一部くるくると見てたことなかった、嬉しい、ありがとう、深山のタコさん嘘だよ、全部出しました、全然オッチーりゅうちゃんハート、深山のタコハート、りゅうちゃんハート、でもそうくるくるはマネさんにあなたは巻き髪は似合わないからって言われてる言われてるので、そう、なんかあんま公式ではなんかする回数少なくなっちゃうかもしれない、キャベツの炒めさんピカピカー、福山のとこさんポポコーン、キャベツの炒めさんピカピカー、これの加工もいける、確かに円盤か、確かにほんまに人汁ピカピカー、いちパパ嘘だようん、何が似合う、似合う系言われてないかもしれない、何が似合うかは言われてないかも、確かに、
あ、じゃあ丸さんだよ。最後の集合シーンでみちさんと乗り添えて、え、そうよかった、みちゅうさん、見つめたよね。次コジの石、コジの石中瀬かかりさん、ピカピカケタハート XYG ピカピカ、タクマハート、テレくんポップコーン、ブーツさん応援してる、ベニちゃんピカピカ、似合わなだけ言われてる。あれ、何、似合う、似合うの、何て言うっけ、似合う、何だよ、似合う、似合う、え、チョッパー結婚してありがとう、やだけど帰っとくね、かしがみさきでピカピカ、しんごさんポッコン、あれからかわいい、挑戦したい髪型、なんかくるくる、本当になんかね、なんか欲という欲がないのかもしれなくて、で私結構志向の支配からの卒業をすると人生に物足りなさを感じちゃうんですよ。天の弱で私って結構だから、なんか欲が なくなっちゃって、何やりたいって言われたらあれってなっちゃうから、一旦お任せでって言ってるメイクさんとかに。奈々さんハートー、ゆっくんハートー、リュイネメルのリシジェロ頼もしかった、ありがとう。過度な支配されたドラが落ち着く、え、そう落ち着く、過度な支配、制服がこんなに重たいものだなんて、お母さんピカピカ、落ち着きました、お疲れ、羽が生えたように心軽くなって、レッツイケタラタバ、ヤマさんかわいい、ジュレンこよく遊べよ、ルートえらい、ひびきはエクセクー君をあげている。制服のも好きだよ。制服くん、うん。トゥ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 。クルクン似合う髪型？しん、そう、なんか一旦なんかいろんなの試して似合うのを見つけていく感じの人生にしていきたいなと思ってる。ナビッチ、花。18日の僕と今夜に電話機だけやるんじ、え、そうなの、そういう感じになるのかな、でも逆にさ、なんかさ、もしもさ、それが最後、わかんないよ、くるくるとでもわかんないんだけど、もしもそれが最後の僕の太陽公演だと言うのならば、逆になんか、普通の、おろしとかにしてみようかなとか、状況だよね。今さ、嘘だよー。まさか嘘だよ。ね、嬉しい。ノエマの振り入れ、なんかクルクル的には逆になんか難しい振り付けの方が頭に入りやすくて覚えやすくて好きですね。なんか。よしってやってやるから、逆に簡単な振り付けだと全然頭に入らなくてってなる。だから難しい方が私は覚えやすい。
勢いでいけるから。最後と思って投げました。ありがとう。僕の大根来てほしいです。ぜひ。そう、公式的には何も言われてないの。お疲れ様。ヨマさん、ハート。あ、クルンポ、面白い女。ありがとう、面白い女。嬉しいですね。ね、難しい振り好き。でね、くるくるも。あそこ持ち、ハート。モニカは最高だって、あの、かっこよくて思い出もあるし。え、くるくるも、本当にできて嬉しかった。モニカ、夜明けだ。モニカ、モニカ、もうこれ以上、自分。私、あれさ、ラスサビハモっちゃうんだよね。モニカ、モニカ、の方行っちゃう。から、あ、違ったってなって焦る。モニカ、モニカ、もうこれ以上、自分だけを責めてどうする。モニカ、モニカ、強くなるんだ。えとこさん、ハート、エナセンス、お疲れ。お疲れー。むさこさん、オンプン。確かに、刺激求める性格が出ちゃってるかも。出ちゃってるかもしれない。ハモるの、わかるよね。あれさ、ハモりさ、めっちゃ頭残んない？ルナ、ピカピカー、むさこさん、グー、むさこさん、かっこいい。今日、X のスター、サチタン777と、サチタン77との写真は、本番前に、一瞬で一枚だけとマネージャーさんに撮ってもらった写真。おめで。吉川晃司さんのモニカ。え？調べたら出てきた。モニカ夜明けだ。YouTube 見ようと思ってさ、調べたらさ、吉川晃司さんのモニカ出てきて、おぉってなった。シンコさん、あれだよめー。あれだよめー。ありがとう。ギフト様は誰考えてるっていうのある。面白いよね。今回の面白くない。俺の夢とか、面白い女とか。あ、奥村桃香ちゃんだ。やっほー。元気？切り替え早みたいな。やっほー。え、クルクもさ、配信行きたいなと思ってたんです。でもなんか、タイミングが合わなくて行けなくて。あれですよね、やってましたね。ミーツさん、花束。モニカ、わざと見せかけて終わらないとか好き。え、わかる？でもさ、ツッ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 ツうわぁ太陽が地平線。途中でさ、知らない、多分、モニカが終わったと思っちゃったファンの方の歓声が聞こえて面白い。あって。あってなって、そう、ドッキリしてる気分。太陽が地平線の彼方から、ふん。クルシャン七七？嬉しい。どいや、だるまー。一緒死んじゃろう。ももちゃん。モニカ生で見てただけでも言った。価値があったと思われるぐらい。ほんとし。ももかちゃんって、NGT さんの、元気、ももポーズ、ありがとう、かわいすぎ、尽くしめた。ありがとう、こちらこそ。くるくるポーズもぜひしてね、とか言って。くるくるポーズ、ちょっとなんか、あんまりなんか、使えるようなポーズじゃないので全然しなくても大丈夫なんですけど、嬉しい、お会いしたいです。くる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 たん LGT の ももちゃんとは何つながり？くるくるの推しメンつながり。くるくるが一方的に推しメンだと言っていました。モニカ夜明けだでわざと音止まった瞬間に入れて、言ってんの、わざと言ってたんかい。石田さん、ハート大好き。キュルキュルも大好き。ありがとう、来てくれて嬉しい。嬉しいですね、超絶嬉しい。だけ
すごいいいですね。夢を叶えて、お互い夢を叶えてドラえもんです。これはクルクルポーズもしていこう。野蛮な求愛、え、ちょっとやってみたい。かっこいい系ね。ちょっとやってみたい。石浦さん嘘でよ。ボイドさんハート。アッキーだるま。なんか本人が、ももかちゃん本人がさ、その隠してる内容だったらあれだからさ、あれだけど、くるくるが、くるくるもオーディションを受けた時代の推しメン、アイドルになってからの推しメンじゃなくて、くるくるもオーディションを受けてる最中の推しメン。そう、隠してたらあれだから、なんか詳しくは言えないけど。ノエマン、ユミリさん、卒婚以来。そう、よかった？そう、思い出したんじゃけ、思い出すのに大変だったよね。トゥ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 。うわ、蜂の絵ダンスめっちゃ難しそう。サコさんがなんかこの前苦戦してるのを見た。先生と。どうしようどうしようって。エスキープやってみた。やってみた。もう今日めっちゃ嬉しかったのが、これなんか、ミチさんの卒業ありがとう。一番最初に友達気づいて、お、こちらこそありがとう。くるくるさ、結構さ、3回、2回の方、2回と3回の方もペンライト見えてたので、見ましたよーって振りましたよ。ありがとう、伝わっててよかった。電話もない。トゥ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 佐竹さんに、なんか 2.5 期が、本当になんか、あ、お風呂入ってくるの、またくるの、ありがとう。あ、お風呂、行ってらっしゃい。いいよ。また来てね、こちらこそありがとう。おうちゃんピカピカーン。で、そうそう。佐竹さんに、2.5 期は、どこに行っても、分かって、どこで踊ってても、すぐ、分かるから本当にすごいって言って、僕は感動したんだ、2.5 期にって言ってくださってて、それがめっちゃ嬉しかった。なんと、みたいな。なんだと。くるくるパフォーマンス好きだった。ありがとう。今回なんか、個人的になんかあんまり、さあ、石の美かわいい。かじりました、やりました。個人的にはなんか、あんまり、なんていうの、うまくいかなかった。いや、間違えたとかではないけど、なんか、なんていうの。いろんな人に見てもらえたかなっていうか、好きになってもらえる、もらえたかっていう点で言ったら、自分はなんか、今回あんまり、そういう意味での手応えじゃないけど、なんか、そういう、あ、みたいなのはなかったから、ちょっと、反省じゃないけど、悩んでて、どうしたら、どこにいても見つけてもらえて、好きになってもらえるような、って思ってたから、7周年のツアーで頑張ろうと思ってて、その中言われたからちょっと嬉しかった。セクシーネイル、いいねー。エスケープステージの男が殺す、え、ファンの方が踊るエスケープ大会あったの？優勝サイン席、え、すごい、すごいやん、天才。ドイヤレイマスター、サイバーボブハート、マー君ハート。共感できる？ハルク高い？ありがとう。パッと味がある。佐竹さんのお尻でも誇張でもなんか本当なんやね。自分も嬉しい。え、でもそう、佐竹さんもなんか、お世辞感なく言ってくださって嬉しかった。そうそうそう。かわいい。やったー。かまいのハートー。確かに、卒婚
だと思って、それで正解だと思っとく。主観と客観の前提、確かにね、あるよね。もう一回、レモンスター、ホイユレモンスター。なので7周年で覚醒させていただきますとか言って、してなかったらちょっとやばいから、あんま7周年もっと頑張ってたくさんの人に見つけてもらったり、カメコタイムとかも、あるよね、全部あるよね、カメコさんのフィルターで映したいと思ってもらえるようなパフォーマンスを。なんかあった？あれ？ちゃん、ピカピカーン。手紙連絡だるま。マクフライ、嘘だよ。あ、初日神戸来てほしいです。これは毎週月曜日楽しみ。お、いいね、月曜日頑張りまっする、インナーマッスル頑張りまっする、インナーマッスルということで頑張ります。いいよね、ラジオしたいなっていうふうに興味を持っていたので、マクフライあすねよ。変わった衣装の曲かみこ、確かにね、確かに7周年あるかな、まだね、あんまさ分かんなくて、くるくるわ、あんせとりとか、なんかそれで言ったらやっぱり 2.5×3 のフェス、お台場の、もう本当にいいので、ぜひ来てくださった。嬉しいだけなんですけど。そんな曲？という風な曲とかもやったり。インナーマッスル了解。インナーマッスル。語尾何かつけても個人的に流行ってるポーズ？流行ってるポーズ？流行ってるんばですよ。流行ってるんば。なんか、もうさ、これ癖になっちゃって、この喋り方。本当にやばい。ちょっと直さなきゃとか思ってる。正直、普通に。やばいよね、なんか。てか、最近なんかその、ラップ？ラップじゃないけど、なんか、インフムみたいな。言葉遊びにハマってる。なんか、語彙力を上げたいと思って、言葉遊びしてたら、その言葉遊びばっかりするようになっちゃって、語彙力うんぬんの問題じゃなくなって。で、その、声ラジも、なんか語彙力が結構必要らしくて、なんていうの、なんか、言っちゃいけない言葉とかを濁して、別の言葉に変えて言うとかを、くるくる苦手なんで、頑張ります。昇格して逆センスまだ上がったか、お世辞、お世辞って書いている。感情だだ漏れている。お台場行くよ、ありがとう、きとし一緒にいる人にって話し方変わったりする。確かにひーちゃんの影響かな。ひーちゃんその変な語尾してないか、でもひーちゃんちょっと変だよね、語尾とかなんか独特じゃない。くるさん、そんなことないですよみたいな。メトバさんウィンクして、ありがとう、言えた。そうまかたろうさん、だるま、最近マジで普通に仕事で嬉しいだけとか言ってしまった。一緒やん、くるくると、やばいやん、広くハート。語力があってしりとりが強くなる。あ、じゃあくるくる、今のくるくるしりとり強いかもしれない。おねばは昼より前方エリアでくるくるうちわでおし、応援して、ありがとう、くるくるうちわでいいの、嬉しい嬉しい嬉しい。
初回予測がめっちゃ聞きやすかった。本当？頑張りますよ。くる先生語録、あ、映ってきました。いいね。いいね。いいね。くるくるが特別な日のメール来て、びっくりした。嬉しかった。お、誕生日おめでとう。決める。誕生日イベント。くるくる、一途な一年になったら、すごい、いい一年になると思います。大吉。タンタンピカピカー。佐藤カエルさんと三文字シリーズに、え、したい。したいでしゅう。しりとりね。まとめ髪に似合ったもので、ぜひチャレンジ。あ、嬉しい。まとめ髪したい。進むべき道。まちゃん結婚してありがとう。嫌だけど帰ってくねー。へい。よ。いえ。あやさく、ああ、確かに。ポケブラリー広げるね。きついスタート。くるくる、ルンバ、バッタ、タコ、コーマ、まあまあ、まあめ。わっちゃん、生きがい、ありがとう。目玉、まつげ。ゲート。足取り中、失礼いたします。こんばんは。トーマス。スタート。キュハト。トミカ。カータ。トルトルチキン。オッケー。稼ぎます。ピカピカー。トミカ、トミカ、プラレール。熱、トミカ。乗り物ここ、あ、待って、一人シートですか。もししりとりをする相手がいなければ友達になりますよ。よろしくお願いします。おもろ、よろしくお願いします。あ、トミカ夜明けだ、やだ。トミカ、トミカ、もうこれ以上語彙力で文章の中でいけるので、単語も大事だけど、あいうえお作文とか聞きたい。オッケー。苦しま言うか。え、あいう作文ってさ、なんだっけ、その作文の中で文章作るんだっけ、それとも、しりとりじゃん。あ、文章を作り上げるよね。作文みたいな。広島のね、乃木坂、広島乃木坂工事中、放送されないの。ところさすがでしょ。言ってるの曲でしょ、むずむず。あ、もう可愛いな。え、嬉しいでしょ。のぶくん可愛い。会いたかピカピカ。あ、じゃあ、苦しま優香でやるわ。じゃあ、苦しま優香。文章じゃろ、感動する文章書きます。じゃあ、苦しま優香。暗い夜道を歩いていました。ゆいピカピカ、ちょこちょこピカピカ。暗い夜道を歩いていました。ルンルンと。ルが出てきた時点でさ、もう終わった。普通に。ルンルンと。あ、違うわ。いいよ。暗い夜道を歩いていた。ルンルンと。静かな夜道だった。まるでこの世界から人が消えたような、自分だけの世界になったような、そんな雰囲気だった。苦しま
幽体離脱していた。後ろに自分の本体がいるのが見えた。悲しい出来事だった。よくないか？今のさ、普通にさ、なんかさ、文章にしてさ、何？言葉だけじゃなくてさ、メモ帳とかにさ、書いてさ、載せてほしいんだけど。普通に結構いい文章じゃない？どうだった？悲しい物語になったじゃん、最後ちゃんと。しかも。おもろい。あ、かわいい？もうこれでかわいいって言ってくれるのは本当に優しいだけなので。バージンブルー、手紙。じゃあ、ほん。言ってきたらもう言うたり立つしかないじゃん、これ。お茶目だ。やばい。ほら、今日さん、いいね。あ、センスない子、やばい。やばいやばい。竹落ちる、嘘だよー。そうそうそう。悲しい文章にしたいと思う。感動系の文章。むずいよね。ホリアさん寝ました。小説とか書いてる人なんかかっこいいなと思う。あの、私の知らないような単語を使っていろんな方法を用いてくるくる後ろがから出がち。いや、出がち。暗い道をルルル歩いてたらユータリダッツしたってこと。そう、ユータリダッツをしててくるくる自分の本体が後ろにいて感動したっていう。リンクピカピカー。キャラ可愛い。あ、ありがとう。鬼軍曹ハート。確かに、ベータベさんとか、確かに得意そう。あ、でも、そういうのも好き。言葉遊び。なんかさ、この前やったのなんだっけ？ベートーベンさん。言葉落としか。言葉落とし。決められた言葉を会話の中で落とすっていう。むずいけどね。歩きながらゆたりだつ、確かに歩きながらゆたりだつしないよね。君が笑えばこの世界中にもっともっと幸せが広がる。岡田あずみで、じゃあ岡田あずみでエールを送るね。暗い道でルンルンしたこと、え、結構ある。くるくる結構ルンルンする。暗い道で、じゃあ岡田あずみでエールを。お、おー、か、クレープウィンクしてありがとう。お、おー、か、彼女は、すごかった。だ、誰もが、想像もしていなかった。あ、ああ、こんなことってあるんだ。岡田、あ、ず、ず？ずっと彼女は一人で悩んでいた。何を言おうかと。みんながついてる。大丈夫だ。おお、結構いいんじゃない？どう？結構いいんじゃない？なんかさ、全部さ、最後でさ、一気にいい感じに持っていく。強引に。小説みたいになる、ほんまに。ポークハタン。え、思い出を組みして大好きな後は浮かべながらずっと見てる。すごっ！すごいやん。あ、ずるいよ。
トゥ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 力技シズマ合わせの天才、そう、苦島優香の代名詞、つじつま合わせの天才、ゴンジーハト。くるくるの作文力はどこで鍛えられたんだろう。嬉しい。クーが出てきた時にくるくるとか言ったら、ちょっと言っちゃう、絶対。くるくる、クーって来たらもうくるくるやん。そんなんくるくるやん。オロチピカピカ。駆け付けチェック出たら一瞬で映してもらえなくなる。ほんまに。でもくるくる気品高き女の子やで。ポエムとか確かになんか夜の夜は詩人になっちゃうから、夜はなんかそういう文章書かないようにしてる。本当にやばい。私が詩人を発揮したら多分ちょっとみんながちょっと引いちゃうかもしれないぐらいのなんか変な文章書いちゃう。天使の絵の具ハート。でも国語ね、得意なんだよね。国語好きだよ。漢字が好きだから。島根の声ピカピカーン。夜文章書かないようにしてる。一生くるくるも一回なんか危なかったもん。なんか情熱的な文章を思い浮かんで、メールかな、ツイッターかな、朝投稿しようとか思って書いて、自分の中の何かがそれを止めて、翌日見直したらちょっと恥ずかしい文章だったっていう。タイトルハトーン。コージピカピカ、ありがとう。プロ詩人の方、そうですとか言ったらおかましいです。くるくる習字は下手かもしれない。あんまりやったことないかもしれない。でも習字でも多分くるくるフォント普通にレッスンの後見ても JK だった。え、嬉しい、嬉しいんだけど。くるくるでも結構書くの好きだから、スマホの時代だけど書くのが好きだから、そういうのがあったら書いちゃう。夜にファレター帰った時は速攻封筒に入れたら翌日見ると出せなくなる。え、確かに、わかるわかる。手紙ってねちょっと恥ずかしいんだよね。でも全然皆さんすごく嬉しい文章を書いてくださって、とてもラブ注入ですよ。お手紙、世界に愛しかないんだ急の。え、もうすごいよね普通に。秋元先生、世界には愛しかないんだ。トゥルトゥ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 、メールたまに振り切って笑っちゃう。やばい、変なこと送ってないよね。クルッコさん書く文章気になったらメール登録。本当に嬉しいんだけど、めっちゃ嬉しい。気づかないの分かる。スマホに欲しい。じゃあクルクルフォント出版出そうかな。真っ白の入道雲が。複雑に見えるこの世界は単純な感情で動いている。最初に秘密を持ったのは偏見で申し訳ないんですけど、枕投げ好きです。枕投げ好きだよ。そういう系好きだよね普通に。なんかワクワクしちゃう。くるくるスタンプ、確かに。なんだっけ、なんか。行ってきますの顔。怒りの顔。くるくる、ストーチ PR 舞台さんのスタンプは結構使ってるよ。買って。おのまさん、ポップコーン。
お菓子ありました。ゲームポーズはこれ。やるしくるくるの顔。あ、今月からくるくるくるのメール。くるくるくるのメール。撮ろうと思ってるけど、ハッシュタグ何かしない。嬉しい。ハッシュタグ。くるしまがくるーです。ケルハート。ハッシュタグ好きなんだ。なべこかわいい。僕はつぶやく。ごめんなさい、スタンプ。この胸の熱い気持ち SNS あげてみて、はあ、本当は今でもそばにいてほしいよ、だけど君を引き止められない、見つめ合うほどに切なくなるんだ、合ってる歌詞、歌詞合ってる、不意に思い出が、クルクルスタンプ作るのどんなバージョン、疲れたんこぶクルクルみたいな言葉遊び、言葉遊び系、声、あ、声がいい、嬉しい、アズミンスタンプあずついないよ、確かに絶対多い、行ってくる、ね、全部行ってくるね、疲れたとか、お疲れ様、絶対そう、今のはちょっとマイケルさんぽかった、マイケルさんと一緒なんて嬉しいです、今日のくるくるひなさんっぽい、嬉しい、ひなちゃん。かわいくて大好きです。確かに似てるかも、確かに。デュアルデイズ。引き止められないってことね。嬉しいだけ、確かに。嬉しいだけ。疲れたんこ。確かに目が回っちゃったスタンプ、確かに。イナマスルも入れていく？あり。すごい。ねえ、私さ、自分でさ、負けないんだよね。だからさ、どうしよう。確かに半日ぐらいで負け取れん。すごい。それではそろそろスクショタイムをしたいと思いまーす。次の上がった？嬉しい。髪は洗ったらそれと戻るんよ、そう、綺麗に。すごいじゃろ。すごいよね。髪って不思議。これは事故なんだ。どっちもどっちよってないかしら。いい女ポーズ。
夜道をルンルンで幽体離脱ポーズ。幽体離脱は別世界。わ、梅昆布、面白い女、ありがとう。やった、面白い女認定いただきました。面白い女。ツアンドクで負けずに、確かにしたいと思った、思った。瞳綺麗？なんか映ってるわ、目に。歯医者さん寝てるポーズ。それでは。壇上を読みたいと思います。13位福ちゃん、ありがとう。12位ウォッカ、ありがとう。11位エースのワンペア、ありがとう。10位オロチ、ありがとう。9位カシャゲマセキ、ありがとう。8位メタボさん、ありがとう。7位キュエル、ありがとう。6位シンゴ、ありがとう。5位オノマさん、ありがとう。4位ヤマさん、ありがとう。3位ヨシーゾンビ、ありがとう。2位まっちゃん、ありがとう。そして1位はドゥルルルルルパーン、クルリンパ、ありがとう。クルリンパ、ありがとう。皆さん今日も見てくださってありがとうございます。ただいま僕の太陽公演の受付中です。ぜひ僕の太陽公演お待ちしております。まだわかんないけど、最後の可能性がないかあるかわかんない感じなんですけど、ぜひ来てくださったら嬉しいです。それではおやすみー。